10月28日から31日まで、愛媛県内各地で60歳以上の高齢者のスポーツや文化、健康、福祉の総合的な祭典、ねんりんピックが開かれました。今治市ではソフトボールとダンススポーツが行われ、熱い戦いが繰り広げられました。全国健康福祉祭ねんりんピックは、60歳以上の高齢者を中心としたスポーツと文化の総合的な祭典で、毎年全国の都道府県で開催されていて、愛媛県では今回が初開催です。ねんりんピック笑顔の愛媛2023は、10月28日から31日までの4日間、県内各地でスポーツや文化の大会が29種目開催されました。そのうち今治市ではソフトボールとダンススポーツが行われました。ソフトボールには全国から60チーム881人が参加。大会は大神殿公園、浪方公園運動場、多摩川総合公園運動場を会場にトーナメント方式で行われました。試合は5イニングまたは60分を超えると新しいイニングには入らないルールで行われました。県内からは今治東シニア、戸部クラブシニア、八幡浜シニアの3チームが出場し、そのうち今治東シニアは1回戦を新潟県の三条清流クラブと対戦しました。試合は初回から今治東シニア打線が火を吹きます。打者2巡の猛攻を見せ、一挙15得点を奪い、試合を大きくリードします。会場には選手の家族や仲間が大勢応援に駆けつけていて、得点が入るたびに大きな拍手が沸き起こっていました。試合は初回の大きなリードを守り抜いた今治東シニアが18対4で勝利しました。なお今治東シニアは2回戦3回戦も勝利し、ベスト8優秀賞に輝きました。伸ばすのとこっちを。この日会場には健康づくり教室やマッサージを無料で受けることができるケアコーナー、ドリンクコーナーなども設けられ、選手たちが疲れた体を癒していました。ありがとうございます。美味しいです。まだ飲んでない。大会の結果です。愛媛県の八幡浜シニアが優勝、戸部クラブシニアが3位に入賞しています。また市営中央体育館で行われたダンススポーツには55チーム444人が出場しました。ダンススポーツは社交ダンスとも呼ばれるボールルームダンスをベースに、スポーツ性を追求し発展した競技スポーツで、年齢や性別を超えてそれぞれの身体能力に合わせて楽しめることから、障害スポーツとしても人気があります。131番頑張れ横浜。この日は午前にチャチャチャとルンバのラテン部門、午後にワルツとタンゴのスタンダード部門が行われました。審査のポイントは姿勢、フットワーク、
表現力、音楽に合っているかなどで、予選は審査員のチェック数の多さで通過者が決まり、決勝は審査員の採点により順位が決まります。出場した選手たちは客席からの応援を受けながら日頃の練習の成果を発揮します。またこの日はプロの社交ダンサー山本武史さん、木島智美さんペアと、兄弟ダンサー大西博明さん、滝名さんペアによるデモンストレーションも行われ、優美なダンスで会場を盛り上げました。大会の結果はご覧の通りです。次回の年輪ピックは来年10月19日から22日まで鳥取県で開かれます。